こっち？まあ、そうです、そうです。はい。OK。はい、ですね。ちょっと待ってください。はい、ですね。ちょっと待ってくださいね。すごく楽しかったですよ。すべて、まあ、リモート撮影だから機材のセッティングもそうですし、はい、メイク、ヘアメイク、服に関してもこう自分がこうちゃんとこう中に入って企画に参加させてもらっているっていう感じがすごく感じられて、うん、嬉しかった。ちょっとどうやればいいのかな。待ってくださいね。逆に何か今までこういかに皆さんに用意してもらって成り立ってたかっていうのをすごく痛感するし、だから本当にね楽しかったんです。あったあったあった。自宅で撮影っていうのもあって、やっぱり普段の仕事の時のモードとはまた違うモード今までとはまた違う本当にあの感じで取り組ませてもらって、逆に大丈夫かなって思うぐらいリラックスしながら撮影させてもらいましたね。はい、自分と向き合うことができる時間がすごく増えたというか、まあ肌の手入れもそうだし、体の何を食べるかっていうこともそうだし、何も考えずにこう全て当たり前にこう自分が気づかない間に決断していたことっていうのを今はこう一個ずつ考えて行動を決断できる時期なのかなというふうに感じました。うん、私にとってはすごくポジティブな、変化、まあ単純に今まであった日常が当たり前すぎてそうスルーしていってたものがこう一個一個目にちゃんと入ってくる感じっていうんですかね。エサさん、うん、どっちがいいですか。普段生活していく中で必要以上の服だったり物だったりメイクだったりっていうものを、なんだろう、こう少しずつ少しずつ余分なものを削ぎ落としていってる段階なのかもしれないです。何が必要か、自分に何が合ってるかっていうのをこう探してる期間ですね。